皆さんこんにちは、かっちゃんです。トン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 千切りや。はい、ということで今日は先日大根の大量消費レシピをやって、結構ねコメント欄でもご好評いただいてて、白菜の大量消費のレシピも見たいというコメントがすごくたくさんあったので、今日は白菜丸々1個使えるかあれなんですけど、だいたい1個くらい、結構ねたっぷり白菜を使って4品くらいまた作っていこうかなと思います。それでは早速作っていきましょう。白菜は芯の部分を切り落とし、3ミリ幅程度に細切りしていきます。人参は皮を剥き同様に細切りしていきます。大根も皮を剥き同様に細切りしていきます。野菜を切ってボウルに加えたら、塩小さじ2を加え、揉み込みながら全体をよく混ぜ合わせていきます。はい、では今混ぜ合わせて、これでもだいぶしんなりしてかさが減ったんですけど、もっとしんなりしてくるので、だいたい30分から1時間ほど置いておきます。はい、では野菜を漬けている間に厚揚げのトロトロ白菜あんかけとクリーム白菜ロールを作っていきます。はい、では白菜の外側のこういう大きいところは5枚から6枚くらい、形のしっかりしたところは取り分けておきます。はい、では大体残りの白菜が実質6分の1個から4分の1個くらいですね。残った白菜を3センチ幅程度の大きさに切っていきます。では切った白菜の芯の部分は電子レンジで2分ほど加熱して、これは時短になるので芯の部分だけ軽く火を通しておきます。えのきを2センチ幅程度に細かめに切り、厚揚げは食べやすい大きさに切っておきます。取っておいた外側の白菜をラップで包み、600ワットの電子レンジで2分ほど加熱し、白菜がしんなりしたら粗熱を取っておきます。バター 20g に薄力粉 15g を加え、600ワットの電子レンジで40秒ほど加熱し、バターが溶けたら混ぜ合わせ、牛乳大さじ2を加え混ぜ合わせ、ホワイトソースを作っておきます。椎茸の軸を切り落とし、細かめに切ったらボウルに加え、牛豚合いびきミンチ 150g、酒大さじ1、片栗粉小さじ2、すりおろし生姜小さじ2分の1を加え、粘りが出てくるまで練り合わせていきます。はい、では電子レンジで加熱した白菜の粗熱が取れたので、この先の方の部分は巻くとき硬くて巻きにくいので、1センチ以下2センチくらいですね、切り落として、巻きやすいように少し芯の先端の部分にさっと切り込みを入れて、で練り合わせたお肉を手前に乗せて、切り落とした芯もここに入れれば一緒に煮えるので乗せて、手前からくるくると巻いて包んでいきます。閉じ終わりの辺で少し外側の刃を内側に入れて包むようにしてください。巻き終えたら楊枝で留めて、この後フライパンで少し煮込むので、閉じ目を下にしてフライパンに並べていきます。具材を巻いて白菜をフライパンに並べたら、水 200ml、 牛乳 100ml、刻んだコンソメキューブ1個を加え、コンソメを溶かして混ぜ合わせながら強火にかけて沸騰させていきます。はい、では沸騰してきたら中火にして、蓋をして中に火が通るまで煮込んでいきます。はい、では今5分から10分ほど煮込んで、触った時に中のお肉が硬くなってたら中まで火が通ってるので、アクをきれいに取っていきます。アクを取ったら、作っておいたホワイトクリームペーストに少しずつ煮汁を加えて溶かしながらフライパンに加えていきます。ペーストを加えたら少しとろみが出てくるまで回しかけながら加熱していきます。はい、ではソースにとろみが出てきたら完成なので、今日も作り置きってことでタッパーに入れていきます。無理やり、もう無理やり、ウィー
用紙は崩れないように刺しといてもいいですし、容器とかに入れた後に抜いてください。このとろみのついたソースも一緒にかけていきます。はい、ではあと上から刻んだパセリをパラパラっと散らしたら、こんな感じで白菜のクリームロールの完成です。温めたフライパンに油をひいて揚げに焼き色をつけていきます。焼き色がついたら保存容器に取り出していきます。揚げを取り出したらフライパンにごま油をひいてひき肉を炒めていきます。塩で軽く下味をつけておきます。ひき肉に火が通ったら水 200ml、 白菜の硬い部分を加えて白菜がしんなりしてくるまで加熱していきます。では煮込んで芯の部分がとろっとしてきたら、えのきと白菜の葉の部分を加えていきます。どう見てもこれでかいよね。もういいや、もう手でちぎろ。調理法、手でちぎる。葉の部分を加えたら酒大さじ2、醤油大さじ1、だしの素大さじ1、すりおろし生姜小さじ1を加え、白菜の葉の部分がしんなりしてくるまで加熱していきます。はい、では葉の部分が柔らかくなってきたら、刻んだ小ネギを加えて水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。とろみがついたら完成なので、揚げの上に餡をかけていきます。はい、ではこれで2品目の厚揚げのとろとろ白菜あんかけの完成です。はい、では今2品作っている間、塩につけておいて水も出てかさが減ったので、白菜の水気を絞っていきます。はい、では水気を絞ったらベースになる白菜の切り付けができたので、すごく大量にあるんですけど、味付けを変えながらこれで何品か作っていこうかなと思います。作った切り付け 200g に細かく刻んだハムとカニカマ、マヨネーズ大さじ2、レモン果汁少々を加え混ぜ合わせていきます。はい、ではこれで1種類目の白菜コールスローの完成です。切り付け 200g にすりおろしリンゴ 30g、 すりおろしニンニク少々、粉唐辛子大さじ1、イカの塩辛大さじ1を加え混ぜ合わせていきます。はい、ではこれで2品目の切り付けで簡単キムチの完成です。ひき肉 80g と切り付け 200g を、ひき肉を炒めたら切り付けを加えさっと炒め、辛スープの素で味付けしたら切り付けの中華風炒めの完成です。はい、ではこんな感じで白菜大量消費レシピ、白菜で作る作り置き、1,2,3,4,5,6,6 品の完成です。はい、では今回はリクエストをいただきました、白菜大量消費、白菜の作り置きをいくつか作ってみました。それでは本日はわさひ商売のライ乾杯。くふー、ナイス辛口。じゃあ早速いただきましょう。今日もね、結局ちょっと小ぶりな白菜を1個使ったくらいね、結構たくさん白菜使いましたね。じゃあまずこのロール白菜からいこう。ホワイティロールキャベツのような感覚でお肉を巻いて煮込むことで、中の肉だねの旨みが白菜にも染み込んでて、まあ、ちょっと巻く時に硬さがあるところもあるので、電子レンジで加熱してからお肉を巻くことで簡単に綺麗に巻くことができると思います。ロールキャベツとかでもコンソメで煮ることが多いんですけど、こうやって冬場はすごく寒いので、クリーム系にして煮込んでも白菜にもお肉だねにもクリームソースがすごくよく合った美味しいレシピだと思います。わじゅわげあんかけ、いただきます。
2品目はちょっと和な感じの味付けにしてみたんですけど、このトロッとしてちょっと生姜の風味が効いたあんが厚揚げにもすごくよく合ってて、生姜の風味ととろみが体の芯から温まる美味しいレシピだと思います。こうやって上にかけといても、まあ、味が染み込むっていうのもあるんですけど、結構厚揚げのパリッとした感じをしっかり味わいたい人は別容器に入れて保存してみてください。白菜は芯の部分を先に少し電子レンジで加熱しておくことでトロッとした白菜を作るのに時短になるので、先に電子レンジで加熱しておくことでトロッとしたあんの中にさらにトロッとした白菜がすごく美味しいレシピだと思います。でこのあんを厚揚げ以外にも普通の豆腐にかけても美味しいと思いますし、ご飯にかけて丼とかにしてもすごく美味しく食べられると思います。次はね、切り付けをいってみましょう。これはね、ほんとすごい、一つ切り付け作ればいろんなレシピ応用効くので、こうやってタッパにも仕切り入れながらいろんな種類を詰め合わせて作り置きしといても飽きずにね、すごく美味しく食べられると思います。やんにょん。キムチはほんと粉唐辛子とリンゴで甘さと旨味を出しながら塩辛を入れることで味もついて、パパッとすごく簡単に美味しいキムチが作れると思います。でそのまま食べればほんとお漬物のような感じで食べれますし、マヨネーズで和えちゃえばサラダにもなりますし、炒めることもできるので炒めちゃえば、これもほんと中華風の炒め物みたいな感じの味付けで、切り付けを結構大量にできるんですけど、基本で作っとけばいろんな料理に応用できるので、作ってあ量多いなと思うくらい結構作り置きしといても大丈夫かなと思います。で塩につけておいて、基本の味がしっかりしているので、いろいろ作る時にも調味料がすごく少なく味付けが済むと思います。はい、ということで今日はリクエストをいただきました、白菜大量消費レシピ、白菜の作り置きをいろいろ作ってみた動画でした。冬場になってくると結構たくさん取れたりとか、お店でも買ったりする白菜だとは思うんですけど、ちょっと工夫して洋食とか和食とかいろんなレシピに使えて、煮込むことでとろっとした食感が美味しいレシピや、そのまま塩につけて基本の切り付けを作っておくことでいろんなレシピに広げて使える美味しいレシピだと思います。結構ね、コメント欄でもたくさんコメントいただいてて、本当ありがとうございます。白菜結構取れる時期だと思いますし、もらったりとかもする時期だと思いますので、ぜひ気になる人作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ白菜。白菜とお米が進む作り置き。